こんにちは。イレブンガールズアートコレクションセレクト展に参加している設楽雅美です。と今回ご紹介させていただくのはこちらのミモザと空という作品です。ミモザの花の、丸くて可愛い様子を描きたくて一つ一つお花を描いてております。ミモザの黄色のお花 と奥に広がる空と、あとこちらに鳥が、実は青い鳥がいるんですけども、その黄色と青 と奥の空の緑とか青とかピンクのコントラストで鮮やかな作品になるように描きました。こちらの作品の問い合わせは阪神美術画廊、七階美術画廊までよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございます。